せーの、ラッピーです。今回の企画は、はい、バッグの中身紹介をしていきたいと思います。イエーイ。私は初めて、もう見せたくないですね。でもカノもレイラのバッグの中身とかは見たことないから。本当に結構何が入ってるんだろうって結構興味あるかも。すごい大雑把にいろいろ入ってる。そうなんだよね。ラッピー。はい、じゃあカノのバッグはですね、じゃん、こちらになります。かわいい。これはグレールさんで、めっちゃこのチェーンが可愛くて、かわいい、使いやすいし、洋服何にでも合うから、基本的にレザー今流行ってるし、え、そう、めっちゃ黒だし使いやすいし合わせやすいんですよ、服とかにも。だからなんか今日何のバッグにしようと思って決まんない時はもういつもこれ、めちゃめちゃ可愛い。そう、何にでも合うから。はい、どういう形になってるの。なんかここ開けたらこれついてんだ。え、ついてる。じゃあこうやって持てるんだ。あ、え、持てませんね。持てますよ。え、閉めたら、見て、閉めたらこれ、ゆきさんこれ、え、どうやって、初めて知った。あれ、あれ、あれ、絶対持てないじゃん。あ、忘れてください。携帯も紹介します。このステッカー、しゃべゆきくんっていうステッカー、うん、似てるよね。普通にこのこれ、このスタンプ使ってて LINE で、かわいい、めちゃくちゃ可愛くて、目でかいからなんかカノモチーフにしてるのかと思って。え、そう。じゃあ早速中身、はい、オープンします。まずお財布、こちらです。私が使ってるのは。かわいいです。どこのですか。プラダ。あとは充電器。あ、すごい汚く入ってる。こういうとこで性格。いや、私も全く同じタイプだ。え、あ、ちゃんと女の子娘にするんですか。しっかり女の子娘。はい、充電器と、はい、あとは、あ、手鏡、チルフチアートも、うん、え、女の子だね。え、そう、鏡はいつもこれは持ち歩いてる。えらい。あとは薬用リップ、ニベアの、うん、そう、あとエアポッツ、うん、エアポッツ大事だし、香水、カノっていつもいい匂いするんだよ。香水結構私好きで、うん、通りすがりの人の匂いとかでも、うん、あ、これ何の香水かもってたまに分かる。え、かわいい。最近買ったグッチのつけた、グッチのバンブーっていう匂い、うん、え、めっちゃいいんですよ。うん、つけてみ、え、まあ、全然違ったんですけどね。ごめん、あー、いい匂い。そう、口の中に入った。え、続いてこちらリップですね。これいつも使ってるよね。勝手に借りてるけど。そう、リリーバイレットムードライヤーのベルベットティントって、え、これめっちゃ発色、今つけてる発色めっちゃ良くて、うん、こういうなんかティントリップってすごいカノのイメージがある。うん、あの全然取れない。油っぽいもの食べても取れない、うん、そうなんだ。そう、あとはなんか雑にゴムが2本入ってた、うんうん、大事だよね。大事、マジでゴムは大事。あとシャネルのリップ、ルージュココのリップ、うん、だからリップめっちゃ入ってるかも。そしてこれグロス、めっちゃ入ってる。やばい、めっちゃ入ってる。あと困んないね、唇の乾燥に困んない。あと何これ、何でいい。あ、違う、ブロー、うん、眉毛のピンチ、謎に、え、謎すぎる。今日かな、眉毛とリップしかメイクしてないから、ね、今日急いでたからね。そうそうそう、だからこの今日のメイク道具これ、うん、あとは、あ、アイプチ、うん、なんかたまに目腫れて一重になっちゃう時があるから。わかるわかる。そう、その時の癖付けするためにこの、うん、でもルドゥーブルっていう二重のノリがめちゃくちゃ良くて、うん、めっちゃ後つく。ノリっぽいんだけど全然ノリ感ない。ないんだ。折り込まれる。おすすめですよ、ルドゥーブル。あとは、あ、これこれ、あの、レイラさん、レイラさんのお友達の方が作ってる指輪、これ、え、めっちゃ可愛くて、私も今日つけてます。え、カノもつけるわ、じゃ今つけて。そう、いえいえ、一緒。え、可愛いんですよ。レイラ、インスタに載せてるんで、みんなチェックして。めちゃくちゃ可愛い。そう、サルスキーの石を使ったものなんですけど、めっちゃ可愛いです。もう、あとは入ってない。それに比べたら、レイラめちゃめちゃ少ないかもしれない。え、ほんと？カノ、こんなちっちゃいバッグにこんなに荷物入ってる。え、すごいね、よくあるね。いいの、いつも詰め込んできてる。こんな感じで、以上になります。はい、じゃあ次、レイラさんの。ラッピー。ででん、バッグ、こちらが今使ってるバッグです。めっちゃ可愛いんですけど、どこのですか。ステラ・マッカートニーのやつなんですけど、そう、色がめちゃめちゃお気に入りで、うん、黒ではなく、紺、うん、でもなく、青でもなく、グレーでもない、うん、っていう色なんですけど、よくわからないよ。でもめっちゃ可愛い、おしゃれ。でもここのチェーンも
ちょっと黒っぽくて、そう気に入ってます。で、カノがこれのリュックをずっと持ってたのね。そうそうそう、だからレイラすごい欲しくて、うん、カノの見て羨ましくなったから真似したっていう感じですかね。でもこれ可愛い、かわいいよねこれ。じゃあちょっとはみ出てるんですけど、短パンなんですけど、はみ出てんだけど恥ずかしいんですけど、香水、まあ持ち歩いてる。え、そう、それちっちゃくて持ち歩いてる、ね、教室のソウルの時にみんなで空港でお揃いで匂い買ったんだよね。そう、もうカノンとレイラもこれ買って、シャネルのこれ、はい、でもこれってさ香水じゃないんだよね。ヘアミスト、そうヘアミストなんだよね。だからなんかもったいなくて使えなかったの。わかる。え、カノンなんてこれなくしたんだよ、買った次の日に。え、待って、全然違うところに買ったんだけど、いい匂い、わー素敵な匂いする。ちょっとはみ出てるんですけど、何？サングラスですね。ポピーシマン。え、カノ絶対に似合わないんだけど、レイラしか似合わないと思う。メガネ。おしゃれ。めっちゃ可愛い。かけてみる？え、無理無理。え、絶対似合わないし。いいやん。やばいんだけど。待って、これ普通にプライベートでかける人いるの？好きな山でこれかけてる。あ、やばすぎ。こんな感じですかね。おしゃれ、かわいいし、なんかちょっとそこをこうやってやるのがポイントっていうか、写真撮るときとかかわいい、てかレイラしか似合わない。こんな感じですかね。めっちゃ悪者っぽそう。こんな感じですかね。レイラはなんか日本人がかわいい系のメガネよりもなんかもうみんなが似合わないようなかっこいいメガネが逆に似合うから羨ましいな。はい、こちらと、あと、はい、財布、これはバレンシアガのやつ、かわいい、うん、使いやすいです。でも、柔らかくて使いやすい。ガム、グミ。ガム、グミ。グミ。え、そのグミ大好き。え、家の鍵、もうちょっと恥ずかしくて出せたくないんだけど。濁ってない、この、何これ。ちゃんと洗濯してあげて。うわ、なんか手すり通りくさいんだけど、やばすぎ。でさ、せっかくさ、ここなんかおしゃれな感じに来たのに、なんかいきなり、スクラムカートに中にこんなにドリブリーメン。こちら、ピグ、私ピグ、ピグ好きじゃん、めちゃめちゃ、うん、なんかピグのボールみたいな、ね、サインいつでも書ける的な。ちょっと、キモすぎない。友達からいただきました。うん、いいな。すごい、さって置くじゃん。すごい興味なさそう。違う、かわいい。で、あともうリップ、やばくないよ。これマックのやつ、かわいいリップ、マックのやつと、結構いつも真っ赤だよね、レイラ。そう、これも、あ、待って、同じ色。なんで？わかんない。買うとき何だろう。違う、色、あ、違う、ね、全然違うんだけど、多分こっちの方がマットっぽくて、こっちの方がちょっとグロッティ、うんうん、グロッティと、あとこれキスっていうブランドね、かわいい、めっちゃこうやって、あの、手裏剣みたいに出てくるんだけど、おしゃれ。そう、めっちゃ今塗ってるやつね。そうかも。そう、でも基本的に持ってる色が暗いね、あのカノに比べて。そう、なんか明るめの赤よりも多分暗めの赤でつけてるんで。それ何？これはアロマ。そう、どこで使うの？ベルガモットとラベンダーの香りを持ち歩いてるんですけど、リラックスしたい時はラベンダー。あ、匂い嗅ぐの？聞いたり、そう。聞く？待って待って。聞く？嗅ぐんでしょ？嗅ぐ。ベルガモットはなんかイライラしてる。かわいそう、かわいそう。でねでねでね。あの、わーってね。これはね、ちょっとなんかイライラしてる。あとは何それ？これ痛い痛い。これ入ってた。すごい折りたたむじゃん。なんかあったの？なんかあったの？もしかしてレイラさんラーメン食べた？2つも食べた？3つあるよ。どういうこと？え、これ何？ラーメン屋さん？わかんない。身に覚えがなさすぎて。こんな感じです、私のバッグの中で。え、面白い。フラッフィー。いや、私もうちょっと女の子しなきゃだなって思った。え、でも十分女子力高いと思うよ、このリラックスの匂いとか持ってだいぶ持っておいていないと思う。本当にこれ欲しい。香水は高いところもいいと思うけど、ザラとって結構匂いが続くし、いい匂い、うん、のもあるし、コスパ的にいい感じだから、そう、小遣いなくて難しいって人はザラとか探してみたらいいかもしれないね、うん、やっぱ匂いってさ、第一印象じゃん、うん、人もだから。そう、だからそれ言われてから私も最近10分週くらいしてたらパパにやめなんてやりすぎなんだよね、きっと。こんな感じで皆さんもぜひ参考にしてみてください。バイバーイ。バイバーイ。
ー。